アンドレ・パッションは、フランス共和国、ラングドック地方出身、大韓山レストランパッションのオーナーシェフ。1944年11月22日、南仏モンペリへ生まれ、カルカソンヌで育ち、1960年には、カスレの王様と、当時呼ばれていたマルセル・エメリックの下で修行をした後、フランス国内レストランを経て1968年に、カナダへ渡航し、モントリオール。 ホテルモンガブリエルスーシェフを務める。1970年大阪万国博覧会にて、レストランデューカナダのシェフとして来日。その後、名店、イルド・フランスのシェフを務め、1984年には大神山、レストランパッションを開店。以降、オーナーシェフとして、数々のレストランをオープン。日本における、フレンチレストランの草分けとなる。 1995年にアカデミーユニベルセルドカスレ日本支部を設立し郷土料理カスレの振興に努める2月3月にはカスレディナーが行われ毎年のべ1300人ほどの参加者が会を楽しむトリビアの泉のコーナートリビアの種で料理の専門家が最も美味しいと認める冷や飯に合うカップラーメンの残り汁はの検証審査員を 平野正明、三田森を、江上英子とともに務めた。彼の実績が評価され、フランス共和国より、国家功労勲章、2013年には、フランス共和国、オランド大統領が来日した際、農事功労賞最高イコマンドール勲章を授与される。また、同年、フランス共和国最高勲章レジェオンドヌール勲章も、授与される。ありがとうございます。